レビー・クルピは、ブラジル・パラナ州・クリチバ出身の元プロサッカー選手。サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。レビル・クルピとも表記される。義兄のマテルもサッカー指導者。14歳の時に、地元のコリチーバ FC の入団テストに合格して、アカデミーに入る。ここで指導者の勧めにより、ボランチからセンターバックにポジションを移す 1971年、18歳の時に大学の体育学部に入学。アントニーニョが監督を務める U-20 ブラジル代表に招集されると、クルピはキャプテンを任され、1972年にフランスのカンヌで行われた国際トーナメントに優勝した。1972年、コリチーバとプロ契約を結ぶ。その後、 出場機会を求めて期限付き移籍でボタフォゴ FR に在籍した。1974年サンタクルス FC に移籍し、初めてレギュラーポジションを確保する。クラブは1975年のブラジル全国選手権では4位に入った。23歳の時にキャプテンに就任した。故郷のクリチバに戻り、コロラド EC と契約。1979年中頃、 メキシコの CF アトランテに移籍。1982年からフィゲーレン政府 C に在籍し、1984年のシーズン中に監督が解任された際にはキャプテンだったクルピが一時的に監督を務めた。1985年 EC ジュベントゥージに移籍し、一時はプレーイングマネージャーを務めた。ジュベントゥージの監督として1986年の カンピオナートド・インテリオールがうに優勝し、監督として初のタイトルを獲得する。その次に監督を務めたアトレチコ・パラナエンセでは、技系のルイス・ロベルト・マテルがフィジカルコーチとしてスタッフに加わった。マテルはその後もクルピのスタッフとして多くのクラブで仕事をしている。1988年、インテルナシオナルジ・リメイラの監督として、 カンピオナーとブラジレイロセリエビーに優勝した。1992年、クリシューマ EC の監督に就任する。クラブ特有ルピ双方にとって初の経験となったコパリベルタドーレスではグループステージを首位で突破し、ラウンド16でスポルティングクリスタルを下し、最終的にこの年のチャンピオンとなるサンパウロ FC に準々決勝で敗れた。同年の後半は、 サウジアラビアサッカー連盟からオファーを受け同国の U-20 代表チームと国内一部リーグのあるイテファクで監督を務めたが短期間で契約を解除してブラジルに戻った。1996年クルゼーロ EC の監督に就任しカンピオナーとミネイロとコパドブラジルに優勝翌年のコパルベルタドーレス出場権を獲得した。全国選手権では リーグ戦形式の第一ステージを首位で突破したが、ノックアウト形式の最終ステージでは、初戦で敗退した。スーペルコパスダメリカーナでは、ベレス・サルスフィエルドに、決勝戦で敗れ準優勝だった。1997年には、セレッソ大阪の監督として、J リーグでも指揮を取り、セレッソ攻撃サッカーの基盤を築いた。1998年、クルゼーロの監督に復帰。 同年の終戦試験で、再び優勝した。全国選手権では決勝に進んだが、コリンチャンスに敗れて、準優勝に終わる。同年のコパドブラジルと、国際大会のコパメルコスールでも決勝に進んだが、いずれもパルメイラスに敗れて、準優勝だった。1999年5月、コパセントロイコールオエステに優勝。1999年8月に開催されたレコパ。 スダメリカーナ1998では、アルゼンチンのリーベルプレートと対戦し、2試合ともに勝利して初優勝した。11月、全国選手権の試合で、ライバルのアトレチコミネイロに敗れた直後に解任された。2000年、サンパウロの監督に就任。カンピオナート・パウリスタに優勝、コパド・ブラジルに準優勝したが、コパ・ジョアン・アベランジェでは12位にとどまった。 2001年には FIFA ワールドカップ予選で苦戦を強いられていたブラジル代表監督に解任されたルシェンブルゴの公認として名前が上がり本人も意欲を見せていたしかし2002年を見据えてベテランのロマーリオは招集しないの発言が物議をかもしロマーリオとの関係も悪化結局ブラジルサッカー協会はロマーリオを優先し クルピはほぼ決まりかけていた代表監督の座を逃した。その後監督にはエメルソン・レオンが就任している。2001年、スポルジ・レシフェの監督に就任。コパド・ノルデスチに準優勝したが5月28日、州選手権でセントラルに敗れると解任された。2002年9月、SE ・パルメーラスの監督に就任したが全国選手権で24位に。 シズミクラブの歴史上初めて2部に降格した。2003年、ボタフォゴ FR の監督として、全国選手権2部に準優勝し、一部に昇格させる。2004年4月に、ボタフォゴの監督を辞任、間もなくアトレチコパラナエンセの監督に就任。同年の全国選手権では2位となった。2005年は、クルゼーロの監督を務めていたが、7月にシーズン途中で解任された。 2006年にアトレチコミネイロの監督に就任すると2部で低迷していたチームを立て直し逆転昇格へと導いた。2007年5月、津波とシフミの解任を受け10年ぶりに新大阪の監督に復帰。それまで守備的 MF の控え選手だった当時18歳の香川真嗣を就任後すぐに攻撃的 MF としてレギュラーに抜擢。香川は 一月も経た,たずして、チームの中心選手となる。短期間で低迷していたチームの立て直しに成功し、一時期絶望しされていた J1 への昇格争いにも、加わった。昇格はならなかったものの、香川、小松類、森島康人ら若手の成長を促し、レギュラーに定着させるなどその手腕を発揮した。これらの功績から2008年も引き続きし大阪を、指揮。 前年の好成績からサンフレッチェ広島と並ぶ昇格候補筆頭としてシーズンを迎えたが、好調な攻撃陣の一方で守備が機能せず、怪我人が続出したこともあり、連勝と連敗を繰り返す不安定な戦いに終始、結局4位に終わって昇格を逃した。守備戦術を構築できなかったことに対する批判もあったものの、 継続性を重視した CE 大阪のフロントの判断により2009年も続投が決定。2009年は守備に配慮した3から4から2から1システムを採用。攻撃では、かよ、香川真嗣、んじ、隆という3人のアタッカーによる独特のコンビネーションプレーをベースに得点を量産。攻撃的ながらも現実に即したサッカーを展開し、J1 復帰を果たした。 4年ぶりの J1 復帰となった2010年も引き続き式。新加入選手の大量起用により、序盤戦は低迷するも、4から2から3から1システムへの変更を機に、チームは一気に好転。2列目のサンシャドウにはドリブルを得意とする日本人選手を配置。彼らがポジションを自由に変えながら攻撃する形は、当時の J リーグでは珍しいスタイルのサッカーだった。 J1 復帰1年目での優勝こそ逃したものの、終盤を4連勝で締めくくり、クラブ史上 J1 最高順位の3位に入り、クラブ初の AFC チャンピオンズリーグ出場を決めた。AFC チャンピオンズリーグ2011では、グループリーグを2位で突破、ラウンド16でガンバ大阪との大阪ダービーを1の0で制し、ベスト8に進んだ。 家庭の事情などから2011年限りで退任。2012年8月26日、成績不振によりセルジオ・ソアレスが契約解除となると、3度目となる大阪への復帰が発表された。同年12月までの短期契約であったが、降格の危機にあったチームを上向きにさせると、チーム側もクルピに続投を要請し、11月15日、1年間の 契約更新が発表された。2013年シーズンは、柿谷陽一郎、山口ホタルらの台頭、活躍により、優勝争いにも食い込んだものの、クラブの方針から、11月25日、シーズン終了後の監督退任が正式に発表された。2014年4月、解任されたパウロ・アウトゥーオリの公認として、アトレチコ・ミネイロの監督に就任した。 チームの中心選手だったローナウジーニョを追放したことによって一時は大きな批判を浴びもしたが2014年にはレコパスダメリカーナトコパドブラジルでクラブを初優勝に導き2015年には州選手権に優勝したミナスジェライス州選手権の優勝はこれが自身にとって5度目であり歴代最多優勝監督となった2015年の州選手権開幕戦で アトレチコミネイロを率いた試合数が228となり、テレサンターナ、プロコピオカルドーゾに次クラブ歴代3位となった。2016年3月、フルミネンセ FC の監督に就任。4月にプリメーラリーガの第1回大会に優勝。11月に解任された。2017年6月、ドリバウジュニオールの公認として、サントス FC の監督に就任。 全国選手権第31節でサンパウロとのダービーに敗れると10月28日に解任が発表された2018シーズンガンバ大阪の監督に就任リーグ戦17試合を終えて16位と成績が振るわず7月23日に解任が発表された2018年10月自身5度目となるアトレチコミネイロの監督に就任 2019年4月、クラブ初のコパリベルタドーレスグループリーグ敗退したことや、お気に入りの選手ばかりを起用するなど選手との関係が悪化していることを受け、4月10日に解任が発表された。2020年12月、c e 大阪の監督に来シーズンから就任すると発表された。2021年8月26日、解任が発表された。9月3日、 関西空港からブラジルへの航空機搭乗の際に、マスコミからの質問に対して、監督業から退くことを表明。また、セレッソ通算4度目の就任にあたり、もともと監督をやらないつもりだったがセレッソからのオファーだったため受け入れたことも明かした。ありがとうございます。